そこに即した動かし方を作っといてあげた方がいい。ここのズレは本当ね、怪我にめちゃめちゃつながるし、重症化絶対するので。こんにちは、動作改善アカデミーの須永です。今回は海外でプロサッカー選手として挑戦中のサッカー選手とオンライントレーニングをやらさせていただいてます。今回のこの選手ですね、肉離れがとてもよく起きるようになってしまって、なかなか試合に出れず悩んでしまっているんです。肉離れが起きないためにはどうすればいいのか、そしてそのためのトレーニング、日常生活どうやって過ごせばいいのかなどをいろいろお伝えさせていただいてます。よかったら最後までご覧になってみてください。早速やっていきましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今、モンテネグロの一部の方ですか？そうです。こっち来て1年半なんですけど、シーズンを通して。去年1年ずっと2部リーグでやってて、今年1部リーグにちょっと怪我が多くて。肉離れが。そうなんです。最初の6試合ぐらいしか出れてなくて、そこからずっと肉離れで、今、9月の頭から肉離れで2週間休んで、1週間ランニングしたり、そこから試合やったりして、試合でそのまた怪我して、それをずっと繰り返してて、そうですね。今、1ヶ月半ぐらい。ずっと怪我してる状態で、はい、このシーズンがあと1ヶ月ちょっとなんですけど、うん、はい、そうです。12月の9日が最後なんですけど、その中でちょっと何か結果を残さないといけないと思って、そうですね、力を貸していただこうと思って、はい、連絡させていただきます。今回それこそ短期間に4回ですね、はい、そうです。なのでそれだけまとめてやるってことは、はい、通常通り動けてればまず起きないアクシデントなはずなので、ちょっと無理は起きてきてるはずなんですよ。以前のイメージでの加速に体がちょっとうまくこう馴染んでないという、うん、そのあたりをちょっとエラーをまず見つけてあげられれば、どう修正すればいいかっていうレールが敷けるの、そこはちょっとまず一番かな。はい、次やりたいのが、僕が伝える中でね、もう一番大事だっていうぐらいのところ、それがこの仙骨、はい、この骨盤のど真ん中にある硬いところ、はい、聞いたことあります？名前あります、あります。そこの仙骨の位置の修正と、そこに重心を乗せる感覚を養うトレーニングがすごい大事。ほとんどの人が、はい、落ちちゃってる座り方、この仙骨の位置が本来の位置とずれたところでずっと固まっちゃってるって。今度位置の修正、特に今の中田さんの多分股関節だとすごい大事な動きになってくると思うんで、はい、今の動きからそのまま今度こっち側に伸ばしていきます。で、大事なポイントがいくつかあるんですけど、まずはさっきのように仙骨にしっかりこう、はい、はい、伸びを伝えてあげること。じゃないとこっちに行ったところで前ももが張って終わっちゃいます。まずは仙骨に伝えるっていうところと、これで足あるじゃないですか、かかとここ、はい、足のこいつが外に出てきちゃダメです。ここから自分のお尻に収めてください。上げてもらって、はい、で仙骨変えて、かかとを座骨のあたりにしまいながら進むんですけど、もう手で押しちゃっていいですよ、普通に、ブリッジのようなイメージで浮かなければいいです。そう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 、いけるとこまでゆっくり、そう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 、おお、バッチリですね。痛くないですか？大丈夫です。 OK です。仙骨がグッと押し出されて、股関節が、はい、こっち方向に伸ばされて、はい、動きが作られてるの分かります？はい、できればそのまま、はい、ぐーっと押し出してって、はい、このまま余裕で止まれるぐらい、多分左右で差があると思います。ちゃんと股関節が前にこう押し出されて、仙骨伸びてる状態で止まれるとバッチリです。うん、おー、素晴らしい。でったら、ちょっとかかとがお尻から出てる感じ分かります？出てます、左が。そこが締まっていける範囲までですね、はい、足がどんどん曲がっていっちゃうんですよ。はい、て出てるところですね。膝が内に入っちゃうんですね。はい、こういう状態になっちゃうんで、人体です。だからここをしっかり揃えて曲げる、この習慣をしっかりつけてあげたいです。ここのズレは本当ね、怪我にめちゃめちゃつながるし、重症化絶対するので、はい、そこに即した動かし方を作っといてあげた方がいいです。わかりました。もう一回やってもいいですか？大丈夫です、大丈夫です。ガンガンいきましょう。そう、しまったままやったら、さっきとは違ったところがちょっとね、突っ張ると思います。はい。そうですね。左側に出ちゃう。そこで
そうですね。で、かかとが収まったままいけてればバッチリです。これは多分収まってるかな。そう、ギリさっきよりはいいですね。あ、いい感じ、いい感じ。バッチリです、バッチリです。どの辺が痛かったですか、今。何かありました？背中、背骨が。背中の起きました。はい。ここの動きを邪魔してるのは背中の比重かなり大きいと思います。ただ今のだけでもだいぶ仙骨ぐっと伸びてきたので、はい。座ってても多分ちょっと座り感変わってきてると思いますから、ちょっと座ってみてください。本当。ちょっと、出てるな。乗っかってる感じしますよね。します、はい。バッチリです。準備ができたんで、ここから仙骨使いましょう、はい。これちょっと難易度上がります。複合技いきましょう。はい。はい。股関節と仙骨、そしてこの状態のコントロールできている状態を全て駆使していくんですけど、はい、まず正面からちょっと肩幅ぐらい開いてもらって、このまま、はい、まあ、スクワットですね、要は、はい、倒していきます。はい。そのまま角度を変えずに、はい、動きます。これは要は股関節だけで動けてれば可能なんです、はい。これは要はこうなっちゃうんですね、みんな。はいはい、これだとお尻が力みすぎです。股関節きれいに動ければこのままこう動けます。ちょっと体が斜めっていうの分かります？はい。ここはちょっと仙骨がまだ押さえきれてないです。ふわって抜けちゃってるんですよ、ここで。はい、仙骨でぐっとここをまっすぐのまま押さえてあげることができる。すげえ、それマジすごいですね。こう動くんです。ここもやっぱ無重力です。そのまま。そうですそうですそうです。その感じですね。これか。さっきのなんかもこれのそういうことです。すごいイメージです。それを実際に股関節使って動くとその感じになるんで。ああ。素晴らしい。掴むのが早いです。いや、教え方がうまいから。はいはい、ありがとうございます。これが要は、どんなに動いても状態ぶれない人いるじゃないですか。めちゃめちゃ体幹強いねって言うけど、股関節のおかしくてめちゃめちゃうまいです。要は、ここが動かないまま、股関節だけでこうやって動けちゃうんですよ、これって。で、なおかつ、コントロールした状態で動かさないっていう選択肢が取れてるんです。力みがない。はい、そうすると、次の動きにそのままスッスッと動きやすくなってくるので、そのための基礎ですね。今までなんか自分になかった感じで伝わるんですよ。そうですね、この動かし方は力がいつもなんかどこかに入ってた感じですかね。いやでも掴むの早いですよ。そんだけそうやって動いてたのに、この動き方がシュッてできるってことは潜在的にでもあったんだと思うんですよ。本当ですか？はい。じゃなければこんなすぐ掴めない。ありがとうございます。しっかり無意識にできるように。社会人経験のブランクの間だったりとか、筋トレがマイナスで働くこともありますし、普段の姿勢だったりとか、あとはやっぱり結果出さなきゃって得の地でのプレッシャーだったりとかストレスがやっぱり体を力みをどんどん生んでいっちゃうんで、要は変なものがくっついてちゃったんですね。それが削ぎ落とせばもうすぐパッと出たので、早いと思います。すぐできるようになるの、いろいろレベルが上がるの早いですよ。ありがとうございます。立って確認してみると姿勢の感じ全然違うと思います。本当だ。当たり前にこの位置キープできますよね。はい、できます。はい、自然の位置バッチリですよ。まずはこれがまあ、ある程度土台ですよね。ここから動きをいろいろ変えていくのに必要最低限のところって感じです。はい。ただ今の時点でもこう足を動かしている時の動き感が多分ちょっと違ってきてると思います。はい、うん。ここで動けさちゃんと。そう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 。仙骨から股関節を落ち出してあげることでシュッと動けますし、そこにあんまり無駄な力がいらないんですよ。そうですね、うん、おー、いいですね、いいですね。いきなり最大出力がガッと上がるわけじゃないんですけど、そこに至るまでの余計なものがないって感じです。次に動きやすいし疲れにくいんです。速さっていうのがスピード的なだけじゃなくて、はい、時間的に速くなる。タイムで測ったらもしかしたらそんな変わらないかもしれない、 50m とか。ただこの一歩の勝負だったらもう全然そこのタイミングが違う、うん、同じことやっててもしかしたら違う動きになっちゃうかもしれない。なっちゃう、いい意味で。どのタイミングでこれ全部トレーニング入れるべきですか？練習前とか。このレベルはもういつやっても当たり前に、はい、もうそれこそ日常的にこうやって動かしてるわけです。これはもうそれこそ股関節の動きをこうイメージする、活性化するだけなんで。はいはい、仙骨もそのままバーンみたいな感じです。
ずれたタイミングがあったらやっぱどっかが動けてないとか。そういうことですね。今の時点でこれをやってベストな状態で動いてみて、その感覚を覚えておいてあげられれば、動きの感じでなんかおかしいのが出てくる。これも大事なんです。自分のメモリーは0、100しかないと、怪我してないかしてるかの、はい、どっちかになっちゃうんで。そうですよね。そこのメモリーを要は今から作っていけば刻めるんです。どこまでだったら大丈夫、ここまでいったらやっぱちょっと怪我するなみたいなラインが引けるようになってくるんで、本当にコンディションの調整がすごいしやすくなって。0、100でした今まで。痛いか痛くないかになっちゃうんで、はい、いや本当にそうです。確認でトライアンドエラーやってもらえれば。はい、わかりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。いかがでしたか。今回のような肉離れを起こしやすい人、体の使い方にいろいろ問題があることが多いです。基本的に筋力不足で起きるっていうことはあまりないですね。この使い方を変えていけば、必ず同じように肉離れ悩んでる方も直してしっかり試合に出ることができるようになるはずです。また今回のように体を変えるためのトレーニング、こちらですね、一つのトレーニングメソッドとしてノートにまとめさせていただきました。よかったらですね、概要欄のリンクから飛んでいってみていただければ嬉しく思います。では今回はこちらで、ありがとうございました。